太宰治作思い出私が三年生になって春のある朝登校の道すがらに朱で染めた橋の丸い欄干へもたれかかって私はしばらくぼんやりしていた橋の下には隅田川に似た広い川がゆるゆると流れていたまったくぼんやりしている経験など それまででのの私にはなかったのである後ろで誰か見ているような気がして私はいつでも何かの態度を作っていたのである私のいちいちの細かい仕草にも彼は当惑して手のひらを眺めた彼は耳の裏をかきながらつぶやいたなどとそばからそばから説明句をつけていたのであるから私にとって ふととか我知らずとかいう動作はありえなかったのである橋の上での方針から覚めた後私は寂しさにワクワクしたそんな気持ちの時には私もまた自分の腰方行く末を考えた橋をカタカタ渡りながらいろんなことを思い出しまた無双した そしておしまいにため息ついてこう考えた。えらくなれるかしら。その前後から私は心の焦りを始めていたのである。私はすべてについて満足しきれなかったからいつも空虚なあが,がきをしていた。私にはとえ旗への仮面がへばりついていたので、 どれがどんなに悲しいのか見極めをつけることができなかったのであるそしてとうとう私はあるわびしいはけ口を見つけたのだ創作であったここにはたくさんの同類がいてみんな私と同じようにこのわけのわからぬおの,のきを見つめているように思われたのである作家になろう作家になろうと 私はひそかに願望した。弟もその年中学校へ入って私と一つ部屋に寝起きしていたが私は弟と相談して初夏の頃に五六人の友人たちを集め同人雑誌を作った私のいるうちの筋向かいに大きい印刷所があったからそこへ頼んだのである。 表紙も赤飯で美しくすらせたクラスの人たちへその雑誌を配ってやった私はそれへ毎月一つずつ創作を発表したのである初めは道徳についての哲学者めいた小説を書いた1行か2行の断片的な随筆をも得意としていた この雑誌はそれから一年ほど続けたが私はそのことで長兄と気まずいことを起こしてしまった長兄は私の文学に熱中しているらしいのを心配して教理から長い手紙をよこしたのである「科学には方程式あり基下には定理があってそれを介する完全な鍵が 与えられれていいるが、が文学にはそれがないのです。「許された年齢環境に達しなければ文学を正当につかむことが不可能と存じます」と物語い調子で書いてあった「私もそうだと思ったしかも私は自分をその許された人間であると信じた私はすぐ長兄へ返事した」 兄上の言うことは本当だと思う立派な兄を持つことは幸福であるしかし私は文学のために勉強を怠ることがないそのゆえにこそ一層勉強しているほどであると誇張した感情をさえところどころに混ぜて長廷へ告げてやったのである何はさて お前は州に優れれていいいななければいけばのだという脅迫めいた考えからであったが事実私は勉強をしていたのである3年生になってからはいつもクラスの首席であった「テント取り虫」と言われずに首席になることは困難であったが私はそのようなあざけりを受けなかったばかりか。 給油を手ならす術まで心得ていたタコというあだ名の柔道の首相さえ私には従順であった教室の隅に紙くず入れの大きな壺があって私は時たまそれを指さしてタコも壺へ入らないかといえばタコはその壺へ頭を入れて笑うのだ笑い声が壺に響いて 異様な音を立てたクラスの美少年たちも大抵私に懐いていた私が顔の吹き出物へ三角形や六角形や花の形に切った絆創膏を点々と張り散らしていても誰もおかしがらなかったほどなのである私はこの吹き出物には心を悩まされたその自分には いよいよ数も増えて毎朝目を覚ますたびに手のひらで顔を撫で回してそのありさまを調べたいろいろな薬を買ってつけたが効き目がないのである私はそれを薬屋へ買いに行くときには紙切れへその薬の名を書いて「こんな薬がありますか?」ってと他人から頼まれたふうにして。 言わななけければいけなかったのである私はその吹き出物を「浴場の象徴」と考えて目の先が暗くなるほど恥ずかしかったいっそ死んでやったらと思うことさえあった私の顔についてのうちの人たちの不評判も絶頂に達していた「竹へとついでいた私の一番上の姉は」 さむのところへは嫁に来る人があるまいとまで言っていたそうである私はせっせと薬をつけた弟も私の吹き出物を心配して何べんとなく私の代わりに薬を買いに行ってくれた私と弟とは子供の時から仲が悪くて弟が中学へ受験する折にも 私は彼の失敗を願っていたほどであったけれどこうして二人で故郷から離れてみると私にも弟の良い気質がだんだん分かってきたのである弟は大きくなるにつれて無口で打ち気になっていた私たちの同人雑誌にも時々商品文を出していたがみんな気の弱々した文章であった 私に比べて学校の成績が良くないのを絶えず苦にしていて私が慰めでもするとかえって不機嫌になったまた自分の額の生え際が富士の形に三角になって女みたいなのをいまいましがっていた額が狭いから頭がこんなに悪いのだと固く信じていたのである 私はこの弟にだけは何もかも許した私はその頃、人と対する時にはみんな押し隠してしまうかみんなさらけ出してしまうかどちらかであったのである私たちは何でも打ち明けて話した「秋の初めのある月のない夜に」 私たちは港の桟橋へ出て海峡を渡ってくるいい風にはたはたと吹かれながら赤い糸について話し合ったそれはいつか学校の国語の教師が授業中に生徒へ語って聞かせたことであって私たちの右足の小指に目に見えぬ赤い糸が結ばれていてそれがスルスルと長く伸びて 一方の端がきっとある女の子の同じ足指に結びつけられているのである。二人がどんなに離れていてもその糸は切れない。どんなに近づいてもたとえ往来であってもその糸はこんぐらかることがない。そうして私たちはその女の子を嫁にもらうことに決まっているのである。 私はこの話を初めて聞いたときにはかなり興奮して家へ帰ってからもすぐ弟に物語ってやったほどであった私たちはその夜も波の音やカモメの声に耳傾けつつその話をした「お前のワイフは今頃どうしてるべなぁ」と弟に聞いたら 弟は桟橋の欄干を二三度両手で揺り動かしてから「庭歩いてる」と決まり悪げに言った大きい庭下駄を履いてうちわを持って月見草を眺めている少女はいかにも弟と似つかわしく思われた私の語る番であったが私は真っ暗い海に目をやったまま 「赤い帯締めてのう」とだけ言って口をつぐんだ海峡を渡ってくる連絡船が大きい宿屋みたいにたくさんの部屋部屋へ黄色い明かりを灯してゆらゆらと水平線から浮かんで出たこれだけは弟にも隠していた。 私がその年の夏休みに故郷へ帰ったら、浴衣に赤い帯を締めた新しい小柄な小間遣いが、乱暴な動作で私の洋服を脱がせてくれたのだ。ミオと言った。私は寝品にタバコを一本こっそり吹かして、小説の書き出しなどを考える癖があったが、ミオはいつの間にかそれを知ってしまって、 ある晩私のとこを述べてから枕元へきちんとタバコ盆を置いたのである私はその次の朝部屋を掃除しに来た美世へ「タバコは隠れて飲んでいるのだからタバコ盆なんか置いてはいけない」と言いつけた美世は「はあ」と言って膨れたようにしていた 同じ休暇中のことだったが町に何に節の工業者が来た時私のうちでは使っている人たち全部を芝居小屋へ聞きにあった私と弟も「行け」と言われたが私たちは田舎の工業者をバカにしてわざと蛍を取りに田んぼへ出かけたのである隣村の森近くまで行ったがあんまり夜露がひどかったので にじゅうそこそこかごにためただけでうちへ帰ったなにぶしへ行っていた人たちもそろそろ帰ってきたみよに床を引かせ蚊やをつらせてから私たちは伝統を消してその蛍を蚊やの中へ放した蛍は蚊やのあちこちをすっすっと飛んだ ミオもしばらく蚊帳の外に佇んでんで蛍を見ていた私は弟と並んで寝転びながら蛍の青い日よりもミオのほの白い姿を余計に感じていた「何にわ節は面白かったろうか?」と私は少し固くなって聞いた私はそれまで 女中には用事以外の口を決して聞かなかったのである。美世は静かな口調で「いいえ」と言った。私は吹き出した。弟は茅の裾に吸い付いている一匹の蛍をうちわでバサバサ追い立てながら黙っていた。私は何やら具合が悪かった。 その頃から私はミオを意識しだした赤い糸といえばミオの姿が胸に浮かんだ。